キャプテン翼の第8シーズンは、はい、最終シーズンになるのか、はい、まだたくさんストーリーのアイデアはあるのでしょうか。今のところ最終シーズンにしようとは思ってはいないですね。最近ハーロックとかセイントセイヤが映画化じゃない、はい、アニメ化されて、はい、長編アニメが、はい、出てるんですけど、もしキャプテン翼がまずキャプテン翼のこのような長編アニメが出ることは希望されているのかと、はい、あともし希望されているのであれば、はい、それが 3D アニメであってほしいのか、はいはい、実写映画であってほしいのか、どういうメディアが一番ふさわしいのか考えたことありますか。3D もすごい面白いと思います。実写となるとなかなか役者を見つけるのが大変かなと思うんですけど、それも実現したらそれもぜひ見てみたいなと思います。キャプテン翼のビデオゲームは、はい、のに関しての感想を教えてほしいんですけど、はい、一番好きなバージョンとかありますか。ゲームですね、はい、一番最初のゲームがやっぱりすごい好きですね。で、もし新しいハードで、はい、出るとしたらどういうのが一番ふさわしいと思いますか。どういうゲームが一番、今後も、キャプテン翼の新しいゲームが出れば嬉しいですか。はいはい、そうですね、3D アニメーションとか技術もすごい発達してるんでね、新しい最新技術で出たらすごい楽しいんじゃないかなと。